ディープフライ級5分3ラウンド前田芳郎 VS 越智晴生。さあ橋本さん、この2人の対決どういう風に見てますか？シビアですね。まあ同階級である以上というか格闘技は全部そうなんですけども、ね、この2人がやってどっちかが勝ってどっちかが負けるっていう、はい、なんか負けるのが切ない試合ですね。そうですね。お互いね長く戦って結果も出してきてっていうところですけど。第1ラウンドのゴングです。何か負けることでお互いのどちらかの時が止まってしまいそうな、そんな一戦になります。特にね吉郎選手はここ負けられないですよね。うわここはリフトアップから一気にタックル、落ち選手からタックルいきましたね。そうですね、黒いハーフパンツが落ち、そして白のハーフパンツが前田です。三崎さん、はい、ここはもうベテランとしては負けられない戦いになっていると思います。そうですね、もうすぐ試合ですね。まさにやるかやられるか。そうですね。そういった中では逆にこの越智選手の充実ぶりっていうのは最近目覚ましいですね。そうですね、選手、まあ、積極的に、攻めてますね、はい、このラウンドも。リーチ、まあ、身長は10センチ違うので越智選手の方が低いんですが、そのリーチの差がこの戦いで出るかどうか、グラウンドの攻防です。一旦届いて右の蹴りは避けた前田、間一発です。これは美咲さんギリギリでしたね。そうですね、一人ですね、体を入れ替えるフルスイングしましたね。そうですね、当たっていれば一撃ものでした。しかし起き上がった。ちょっと前田選手としては落ち着きたくないですか、美咲さん。そうですね、前田選手は非常にセンスがありますから、はい、だんだんこう、向かい合って勘をつけていくんじゃないでしょうかね。そして今橋本さん蹴りで見せましたけれども、越智選手は何といってもパンチが重いというね。そうですね、パンチ特に身長は低いんですけどインファイトですよね。ショートレンジのパンチの連打でゴリゴリ押していくタイプですから、はい、この距離に入れるかどうかっていうところでまずタックルから行きましたよね、はい、ここはダブって上から上に乗っているのが落ち、下のポジションが前田です。このポジションにこだわるのか両者。突っ込んでいく。金網に押し付けます。白のスパッツ前田。さあ金網に押し込んだ。橋本さん、前田選手としては逆にどういうところに勝機を見出しますか今日は。ここでしょうね、打撃の距離だったら蹴りも使えるし、まあ、身長リーチも長いんで、はい、吉野選手ちょっと離れた距離だったらいいと思うんですよね。逆にまあでも組み技でも自信あるんじゃないかなとは思うんですよ、はい、この組んでからがどうかっていう部分で初っ端タックル取られたのが心理的にどう影響するかですね。そうですね、落ち着きを取り戻してきたか前田。一方落ちは攻めきれそうで攻めきれなかった。この第1ラウンドの前半です。3ラウンド最後の追い打ちをかける。上に乗ったトップキープのポジションが落ち、再び前田は下になります。右のサッカーボールキック、しかしこれはダメージは浅いか。全体に落ち選手が先回りしてる感じしますね。そうですね、横回っていけるぞ、今度は脇に抱える格好になった落ち。おっと右も狙っているか。体勢としては起き上がって足をかけた。しかし上になったのは前田。あ、寝かせましたね。これは三崎さん、はい、前田のポジションと見ていいでしょうか。そうですね、まだ下から仕掛け十分仕掛けられる体勢にありますので、はい、ただここで一旦前田選手は落ち着きたいですよね。肘です、3発。お、それにカウンターの右。試合が決まるまではトライブ東京 MMA で一緒に練習をしていた2人です。前田と落ち、ですからお互いのことは知っている。その分のやりにくさやりやすさあるか。サイドのポジションにハーフですね、ハーフですね、はい、ここはね、その至近距離の位置に活路を見出そうとしているか前田です。このディフェンスというところでは今度は落ち、美咲さんどうですか。
そうですね、今まあ前田選手も十分なポジションを取れてないので、はい、ここからちょっと脱出したいですね。バランスを取れ、吉野バランスを取れ、はちょっと取られたくないですね、はい、マウントに移行しようというところ。今ハーフガードのポジションが徐々に前田の左足抜けようかというところですが、残り時間も少なくなってきた。まあ、とにかくこのオチの拳っていうのは前回ディープ67で馬成選手の左の目の下を破壊しましたからね、はじめさん。そうですね、後押しの、ここは飛び込んできた、飛び込んできた、飛び込んでサイドからの拳、起き上がったところ膝が待っています。右の拳は最後からに、ラウンド2、第2ラウンド5分始まりました。画面奥が黒のトランクス、ポチ、そして今度は白のパッツ、前田が後ろを取った。暗い球にこの階級を変えてからの前田、難しさもあったと思うんですが、それでも徐々に対応してきました。もう負けられない一戦になっていますが、今度はバックを取ろうとして、今後直後から組んでいきましたね、十分ではまだありませんね。ここは足も絡めつつというバックからの体勢、まあ、1ラウンド後半にテイクダウンできたので、組の展開にも自信をつけた、はい、かなり蹴って中央に戻しました、ね、そうですね、反動を利用してというややアクロバティックなドライブになりましたが、後ろ取った。こういう発想とか動きは吉野選手っぽいですよね。はい、4の字にフックしましたね。足はもう完全にドア4の字フックになっています。三崎さん、これバッチリでしょうか。はい、そうですね、ここはちょっと厳しい、苦しいですね。オチ選手はここは厳しい。そうですね、ただまだ上に入れ替える、変わるチャンスがありますから、はい、今度は体をねじるようにして上下へと体勢が変わりますが、レイジに持たれるように前田が後ろを取っています。足もまだ4の字にフックされたままです。まだ始まってね、1分半ぐらいしか第2ラウンド経っていませんから、こうなると三崎さん、やはり体力の消耗も守る側、はい、落ち選手はかなりするもんですか。そうですね、ただ今この展開だとあまりその動きがないので、そこまで体力は消耗しないと思うんですね。一本上になった、なんとかこれを振り払いたいんだという落ちですが、前田が離しません。4の字フック、そして上からカウント、カウントを取っても4の字を離しませんね、珍しい展開ですね。これは何か逆にメリットデメリット三崎さんありますか。やっぱり相手の動きをしっかりと封じ込めているので、あの選手は非常に動きづらい状況ですね。あ、ちょっとカードができないか、左に連打、落ちがした、前田が腰を振り落としていく、止めません、まだあります、意識はあります。ただ防戦一方の落ち、前田はあとは潰すだけ。そうですね、今動きたいですね、足が外れてきてますので、このタイミングで一気に動きたいですね。体をねじるようにして今状態もくっつけました。これでいいんですか。そうですね、今前田選手ちょっと動いたので、はい、疲れが来ていると思いますので、このタイミングで内選手一気に逆転したいですね、上になったですね。足のフックも4の字では今ありません。そうですね、片足のフロックフックはどうなんですかね。あ、両足持ってますね。やっぱり隙間を作ってまずはエビをして、隙間から、ちょっと突破口を作りたいですね。今密着している状態なのでこのままでは動けないので、第2ラウンドは残り2分を切っています。トップキープは前田。このラウンド久しぶりに吉野選手らしい攻撃見た感じがしますね。あ、そうですか。まあ、ここのところは元谷、そして DJ 大輝に連敗という前田。下からの突き上げが厳しいこのフライ級において、その流れを、落ちという流れを止めることができるかどうか。肩固めいけますかね。肩固めですね、狙ってますね吉野選手。いつでも隙あらば行くぞという格好ですが、落ちが逆になかなか体勢を変えられない。確かにですね、あ、後ろ取られた、逃がしませんね。バックから拳を、いや肘を肩の方に
振り下ろしていきます。残り時間は1分です。あの2年前に長男さんがトラブルゲームを作ってから、はい、あの吉野選手は出稽古に試合前来てるんですけども、その時にあのバックキープを徹底的に練習したらしいんですよね、はあはあ、それで和田選手に、勝ってタイトルを取ったりしてますんで、この辺はもう得意なところなんですが、散々練習したよって感じだったじゃないですかね。まさに自分の形がここはできているわけですね。さあ拳の連打、たまらんというオチはここは上体をくっつけていきますが、それでも拳でねじ込んで右肘、フィニッシュいってますね。完全に決めに行く。残り時間が少なくなってきた。再び両半身体を合わせますが、母船一方になってしまっている第2ラウンドのオチ、あと10秒です。こじ開けようというところ、ちょっとガードが硬くなってきた。前田の方も攻める一方の第2ラウンドが終わりました。3ラウンド果たして動きは、まず最初のファーストコンタクトはどうでしょうか。吉郎選手も顔を見るとやっぱり疲れはありますよね。やや口を開けて両者呼吸をしています。さあファイナルラウンドが始まりました。前田後ろ対落ち春を、手前が前田、奥が落ち、さあ打撃に活路を見出したい落ち、拳は強烈です。ロー、しかしここを狙っていたか、前田踏んでいく、トップキープ、大きく見逃しません ね、やはり狙っていましたかね、美咲さん、ここは。そうですね、で、まあ、普通の選手だったら、まあ、こういう、2ラウンド目でこのペース、寝技の展開でペースを掴んでますから、はい、3ラウンド目も寝技に引き込みたいところですが、まあ、前田選手の場合は何をやってくるか分からない選手なので、まだまだ3ラウンド残り、何が起こるか分からないですね。ハーフガード、この力は右の肘、やはり何かを決めに行くよりもパウンドが非常に多くなっています。前田のこのグラウンドの展開、右の肘を振り下ろしていきますが、相手が起きるのは許さない。立てるかどうか、抜かしましたね、ここで完全に肩がつきました。完全トップキープ前田、再び3ラウンド目もオチは防戦の格好になりました。序盤です。オチ選手はここはケージを使って立っていきたいですね。ケージを使って立つ、はい、マットに背中をつけているとなかなか立てないので、まずはケージに背中をつけてそこから立っていきたいですね。この動きが徐々にケージの方に近づいていっているかというと、おお、下からなんと立ち上げるようにして、今のはどんな動きだったんでしょう。あっと連携入った。しかしもう一度組みます。おー、組んだ。ここでフロントジョークに来た。おお、一気にここは締め上げる。落ちとしては耐えているんですが、届いた。上になります。クロスガードの位置、首をかぶった状態から多分自分の足で吉野選手の下半身を跳ね上げた感じですよね。なるほど、あれが見事に決まるっていうのはすごいですね。まだ余力が、パワーが残ってるってことですからね。何かそのバネのようなものも感じます。今どちらかというと前田選手の方が、まあ、攻めてましたので、はい、非常に体力を使って疲れてると思いますので、ここはもう上になって内選手攻めたいところですね。ここはチャンスをようやく3ラウンド目にして掴んだ落ち。第3ラウンドは残り半分を経過しています。今度は何を狙っていくか、やはり打撃にこだわるのか。落ちちょっと今カメラだと見えにくいですけど、後ろ選手の足ですね、ガードポジション上がってきてますね、下から。そうですね、狙っていく形でもあるんですかね。いやいや、左の腕は巻き込もうとしていますが、おっ、クラッチして、ここはもしくはパンチ、いつの間にやら前田が組みついている。ここは落ちとしては今右手しか使えないんですよね、伊崎さん。そうですね、今ちょっと動きが、取れない状態になっていますが、まあ、残り、3ラウンド時間も少なくなってきていますので、自分のやりたいことを立つのか、寝技に徹するのか、はい、ちょっと決めかねているんじゃないでしょうかね。クロスが決まりましたね。
ここまでの展開を考えれば前田としてみればあとはもう膠着するというところを狙ってもいいわけですか。ただやっぱり上下っていうのはやっぱり有利不利結構ありますから、はい、ただ下にいてはどんなピンチになるかっていうのはありますよね。あ、ブレイクかかりましたね。ここでブレイクです。このブレイクはどちらに味方するのか。吉野選手はなんか無理に戦ったとしませんでしたね。はい、クライム代表の長男さんもゲージの外で見つめています。この戦い、はい、落合一発を狙ってくるか。コービー引いた、センサーがぶる、ガブって、おーそう、ここはクロシー表情を問題した前田、変えることができるか。落ちた潜在一塁のチャンスをつかんだか。なんとかここは踏ん張れるか。前田体勢はどうか。いかがですか。入ってましたね。ちょっと苦しそうですね。ただ30秒だ。この30秒を頑張れるか。対戦は完璧な体勢ではないので、はい、まあ、吉野選手、まだ頑張れそうですね。残り時間はもう30秒切って9秒切りました。最後に落ちがチャンスをつかんだところで首を抱えたままここで試合終了のゴング。前田芳郎と落ち春雄の一戦第3ラウンドはお互い攻めに転じたシーンがありました。ジャッジ小池、赤前田、前田です。ジャッジ梅木、ドロー、ドロー。ジャッジ福田、赤前田、前田2対0判定勝利。前田芳郎、自身の連敗を止めて下からの突き上げを上からねじ捨てる格好となりました。まあ、橋本さん、前田選手にしてみればホッとする2014年の締めくくり。そうですね、最初の勝ち星ですもんね。ですよね、